こんにちは、デント2025戦です。今日の配信動画は今月の8月の10日にトミーテックで新商品発表がありましたので、これで買う予定を紹介します。まずは鉄コレの第31弾、こちらに並んでいる通り、もうすでに川崎のポポンで熊電の03型と日比谷線からの上等車熊電の03型と、あと浅野川線、北陸鉄道浅野川線の03系をすでにもう予約しました。まあ一番もうこれ4両買うだけで1万ちょいはかかりそうですがね。まあこんな感じでもうすでに予約しました。まあ西鉄も欲しいけど、ちょっと7000なんぼだったから、ちょっとここはザウルスで買うかなっていう感じに したいなと思っています。あとここど真ん中に並んでるのが関東バスです。関東バスのセットも12月に発売予定ですので、買おうって考えております。まあ東京め、まあ、長電の3000型も鉄コレで出ると思いますので、その時それを03、日比谷線の03&銀座線01の上等車をちょっと揃えたいなっていう気持ちは強いです。で、今度のラインナップで加わるのが関東バスで新型エールが加わりますので、エアロキングと新型エールが手元に残すけど、5位型のセットもラインナップされますので、5位型はさっさと売ろうかって思っております。まあこんな感じ、まあザウルスで単品で出るかなってその時は思いますね。その時はちょっと様子見て買おうかって考えております。まあ予約するかどうかはちょっとまだわからないけどね、という感じです。日比谷線の上等車はもう4両とも予約しましたけど、バスコレ九州のバスコレ九州急行バスはまだ予約してないので、まあとりあえず九州を走るエアロエースを現在所有してるのをちょっと並びてみたっていう感じです。まあこんな感じで並べてみました。今後買う加藤や鉄コレバスコレを買う予定を発表します。9月は踊り子の E257 を買う予定です。10月は521の三次車を買う予定で、11月と12月は701系の岩手銀河鉄道7000と青森鉄道701を買う予定で、12月は今岩手銀河鉄道を買う、ちょっとずれ込むかもしれないけど買うという方向で走っています。あと横浜市営バスの新型エールガの2台ですね。あと関東バス、それから食らい尽くして1年終わろうかと思っています、っていう感じです。あと来年の2022年の1月は先ほど発表した浅野川線03型と熊電の03型を購入しようって考えてるっていうところです。加藤は今のところ、その他加藤はまた何かを買うかもしれません。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。明日の配信動画は地元8536が廃車改装されましたので、
オンダ周辺の配信動画を出そうと思っています。それではまた次回お会いしましょう。